あれ女の子何してるのそんなとこで一人お母さんはねえどこから来たのだぞすっごいだろへえどれどれへえ大したものだ旧姓盲腸だったんだぞすっごいだろ泣いたでしょ泣かないもん本当かなぁ中学は泣かないよはいはいわかったわかったもう帰ろ退院したばっかりなんでしょうんうんわざわざみんなに見せびらかしに来たのだって盲腸だもんすっごいだろすっごいすっごい帰ろママが心配してるよ大丈夫だよそうだ救急車にも乗ったんだぞへえおいなんかガス臭くないかえシュウ君行こううんあ
が。いやー、こいつ。おーい、しくまる。なんでこの甘っこ、変な着物着てやんの。何すんだこの甘。やめろ。おい、しくまる、こいつら赤馬の手下じゃねえか。ああ、大丈夫かな、仕返し。バッキャロー、仕返しが怖くて飯が食えるか。あのよ、しくまる、あっちにこいつらの荷車があんだけどよ。よし、そいつをいただいて引き上げだ。ついでにそいつらの刀ももらっとけ。わかった。ほら、いつまで座ってんだ。来い。おい、しくまる、そいつも連れて行くのか。当たり前だ、俺が拾ったんだからな。しかしすげえな、これ全部米だぜ。ああ、奴らまたどっかの村を襲いやがったんだ。まったく、なんて悪い奴らなんだ。人の命なんか何とも打っちゃいねえ。ここ、どこ。ああ、ここ、どこ。荷車の上だろ。今、いつなの。バカかおめえ、夕方に決まってんじゃないか。真面目に答えてよ。答えただろうが。下ろして、私帰らなくちゃ。あ、危ねえじゃねえか、バカ野郎。この女は。ああ、こいつか。俺、戦の後で拾ってきたんだよ。そういや、まだ名前も聞いてなかったな。ん、名前だよ、あんだろ、名前ぐらいさ。鈴子、涼しい子って書いて。だとよ。はんちゃん。ああ、鈴。いい子にしてたか。うん、土産持ってきたぞ。ほれ、綺麗。うわ、というわけで、明日から村の周りに柵を作ることにした。ええな、村の衆。名主様よ、袴たち本当に襲ってくるだべか。ああ、十中八九な。どうすべ。まったくこのバカが調子に乗って野党の上前まで跳ね腐って。だぞ、宿丸、野むせりみてえな格好しやがってよ。おめえらの役目は村を守るこってねえか。んだ、誰も泥棒しろなんて言ってねえ。チェッ、その握り飯はどっから湧いてきたんで。俺たちが取ってきたもんでのうのうと暮らしてやがるくせによ。てめえらまったく雇うより立ちが悪いぜ。ああ、とことん立ちが悪いや。だってな、うん、まあ、やっちまったもんはしょうがねえ。この上は何としても村を守り抜かにゃ。宿丸も妙なの連れてきたね。なんだや、の格好は。じーっと黙りこくって君の悪い子だよ。スリップ、ガス爆発のショックで。お風呂に入りたいな。目が覚めたらきっと元の生活に。
洗えば結構べっぴんじゃねえか。うん、よし、次は着物だ。こいつまさか本気で私を嫁に。追いはぎなんかしねえぞ。ちゃんと仏さんから。仏、いや、いやよ、死体から生えたものなんて着れるわけないじゃない。なんだと。なんだそりゃ。小さな男の子が来てたでしょ。知らねえな、こんなもん。俺が取ったんじゃねえもん。シュウ君も一緒に来ちゃったんだわ、ここに。探さなくちゃ。おい、スズ子、待て。どこに行く気だ。シュウ君、待てよ。おい、どうしたってんだよ。私行かなくちゃ。シュウ君がここにいるのよ、ね、お願い、昨日のあの場所に連れてって。冗談じゃねえや。あの辺りのめぼしいもんはみんな昨日取っちまって。じゃあいい、一人で行く。バキ野郎、また野党に襲われてえのか。早く見つけなきゃ、シュウ君死んじゃう。いねえじゃねえか、ガキなんて。そんな遠くには行ってないはずだわ。強情だな、お前も。見ろよ、野郎ばっかり。ガキの死体なんて。やめてよ、シュウ君は死んじゃいない。おっかね。シュウ君、シュウ君、飯にしようぜ。よしてよ、そんな気分じゃ。人間ってどんな時でもお腹は空くのね。ほら、何これ。おめえ泡食ったことねえのか。いらねえのか。飲むわよ、喉が渇いてんだから。ん、伏せろ。あ、な、何よ、乱暴ね。何あれ。仲間の手下、昨日の連中の仲間だ。奴らを探してるんだぜ。あんたが殺した。ああ。何してんだ、こっちで早く。ああ、間違いねえ。
ももらっとこ。どうなってんだよ、しくまるのやつ。んでな、ここ四五日あの女に付きっきりじゃねえか。毎日弁当持って生田の後回ってさ。おかしないびきだね。よい、しくまる、楽しかったか。バキ野郎、そんないいもんじゃねえ。なんだ、しくまる、まだあの女抱いてねえのかい。だらしねえな。うるせえの。今はそれどころじゃねえんだ。鈴子はガキ探すのに夢中だからよ。何言ってやんねえ。おめえ女が怖いんじゃねえのか。いちげえねえ。なんだと。俺はな、てめえらみたいなケダモンじゃねえんだよ。どこさ行くだ。うるせえ。時間に。納屋で寝てたんだ。自分で考えたら。わかんねえから聞いてんだろ。ダメだ、たまんねえ。鈴子、こっちだ。こっちこっち。どこ行くの。俺も一休みすっからよ。あ、なんでその目。やめとく、夕べのこともあるし。なんだよ、俺が何しちゃってんだよ。おめえ何か、俺が覗き見するような男だと思ってんのか。絶対見ない、約束する。見ねえよ、バカだれ。you
なあ、スズ子。見ないでよ。うたくり深いあんまだな。何？おめえどっから来たんだ？どっから来たんだって聞いてんだよ。遠いとこ。その、なんとかいうガキ、おめえの子か？うっ、って、私が子持ちに見えるっての？いや、そういう風には見えねえけど。うん。見たわね、うわっ！はぁ、びっくりした。おめえものすげえことすんな。はぁ、びっくりした。赤馬たちがすぐそばまで来てる。あの矢がただの嫌がらせなわけねえもんな。面白くなってきやがったぜ。ナヤの武器を出した。おめえたちは裏手の方へ回って。分かった。時におめえいくつだ？何よ、いきなり。いくつなんだよ。歳だよ。高2、17よ。17？ 行き遅れじゃねえか。行き遅れ？何言ってんのよ。こっちじゃどうか知らないけどね。まあ言ったな、俺16だぜ。まあ、いいか、姉さん女房ってのもよ。え？よし、赤馬と決着つけたら祝言だ。よし。ちょっと何言って。決めた。今のプロポーズじゃない。何かあったか。もし向こうに帰れなかったら、私宿丸しか頼れない。だけど、なんでいきなり祝言なんて。村がこんなに大変なのに、なんでこんな時に。こんな時だから。まさかあいつ死ぬ気じゃ。スズちゃん。その鈴。うん。欲しい？ううん。お姉ちゃんも持ってたのよ。これとそっくりなの。もっと汚れてて、こんないい音じゃなかったけど。いずれわかることだから話しておこう。私たち、すずちゃんの本当の親じゃないの。うすうす感じてたのよね。だってさ、だって私、小さい頃の写真、絶対大事さ。鈴子、これはお前が保護された時持っていたものだ。
すずちゃん、すずちゃん。しくまるー、すずこーちゃん。すずちゃんが中に。なに、すず、すず、すず、そこか。そんなところに隠れてやがったのか。バカ野郎、誰が食べるか。たまりやがれ。痛くもかゆくもねえよ。これならどうだよ。気がついた。ここは私ん家。人に見つからないように運ぶの大変だったのよ。赤馬は、そう、多分死んでる。スズはどうなったんだ。周平、ダメよ、退院したばかりじゃない。大丈夫だってば、行ってきまーす。シュウ君、いいじゃねえか。ダメ、私はスズなのよ、あんたの妹なんだから。本当に傷だらけなのね、古いのや新しいのや。何、
この傷だけ変に綺麗。ああ、それは盲腸の。盲腸ですって？ああ。なんだよ。シュクマル。丸がガキの時着てた着物だ。それで十何年も飛ばされて一人ぼっちでいて。俺村に帰らなきゃ。え？村に帰ろう鈴子。帰ろう。どうしても帰りたいの？あんた。ああ。どうして？あいつら俺がいないとダメなんだ。それにあんなゴツくばりの親父でも俺を拾って育ててくれた恩人だもん。帰れるわ今なら。でもねえ、宿丸、今まで辛くなかった？辛くなんかなかったさ。みんな結構いい仲間だし、それにこれからは鈴子が一緒だ。宿丸。くまる、これからずっと私を守ってくれる。当たり前じゃねえか。昔よく心配したもんだわ。すずちゃんが来た時と同じように急にどこか遠くへ行っちゃうんじゃないかなんて。でも考えてみれば、子供ってみんな親から離れて遠くへ行って自分の人生を歩くんだからな。親はそれを喜ばなきゃ。こんなところにいて村に帰れんのか？もうすぐよ、もうすぐ。シクマル、私をしっかり抱いてて。スズコ、今度こそ一緒に。
あれ。しぶといやつらだな。あいつ、シクマル、おめえ一体今まで。やかましい。さっさと祝言の支度でもしやがれ。なあ。行くぞ、鈴鹿。